トマビ知識認定コーチの西村です。本日は会社とコーチングのその不幸な関係というお話をいたします。私ドコモの方に働いてた時代に隣の主査、つまり男性の、いわゆる係長の人が会社のお金でコーチングの研修があって受けてたんですよ。で、本とかもちょっと一冊もらったりなんかしてたんですよ。だから、あ、いいですね、コーチング受けたんですかって、私コーチングに興味あるんですって話をしたら、隣の係長が嫌な顔したの。すごくよくわかるぞ、今となっては。っていうのは、会社からコーチングを学べって言われるのは、つまり会社からお前は社畜を強化するために部下を指導しろっていう言われてるのと等しいのでございますよ。すごくなんか強制じゃありません？なんか俺だって社畜嫌なのにその社畜増やすのかよみたいな感じで、めちゃめちゃ嫌なんですよね。で、そのツールとして有効だからコーチングを使いこなせってもっと嫌んですよね。それはコーチング嫌だわっていうことだったんですよ。それってビジネスコーチングのすごい不幸な出会いだと思うので、コーチングにそんなんでなんかマイナスのイメージ持たれるのって不幸でしかないと思うんですよね。っていうのは、コーチングっていうのはその人の頭の中の仕組みを利用してパフォーマンスを高めて幸せになるためにあるんですよ。だから本来のコーチングってすごく心地が良いものっていうか、自分のゴールが設定されると人生の充実度とか幸福幸せ感ってめちゃめちゃ上がるもんなんです、コーチングって本来いいもんだっていう風に思っていただきたいんですね。だから不幸にして会社からコーチング学べって言われちゃって、こんなん嫌と思っちゃった方、その考えは正しいんですけど、本来のコーチングってそうじゃないんだよっていう意識も持っていただければというふうに思います。